1986年に起きたチェルノブイリ原子力発電所の事故以来、被災地への人道支援活動を31年間続けてきています。その中でロシア、ベラルーシ、ウクライナに多くの友人、家族のように付き合ってきている友人がいます。その方たちが今どういうふうに考えているか、でその中で私たちがすべきことは何なのかということをもう一度考えてみました。そのことをお話ししたいと思います。はい、こんにちは、長野インターネット補足と申します。こんにちは、どうも。はい、今日は長野県は松本市に来ておりますけれども、今ウクライナ支援ということで活躍されている方に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いいたします。はい、長野県松本市に本部事務局があります、はい、日本チェルノブイリ連帯基金の神谷と申します。チェルノブイリの連帯基金なんですね。そうなんです。31年前から、はい、チェルノブイリ原発事故の被災地への支援活動をしています。で そのためにやっぱりロシア、ベラルーシ、ウクライナに知り合いが多くいまして、今度の戦争にあたりもう始まる前から懸念してました。緊張感を持ってニュースを見ていました。で2月24日にとうとう軍事侵攻が起きてしまいましたので、はい、それからもう絶えず連絡を取り合いながら、為政者に翻弄される普通の一般の人たちは一体どんなだろうかっていうふうに心配しております。で今もボンビング、爆撃ですね、はい、によってそれを逃れて国外へ逃げようとしているウクライナの人たちへの支援活動をしています、はい、なるほど。まあ、今回チェルノブイリということで、まあ、原発かなっていうイメージはあったんですけども、ウクライナのその戦争の中でも原発をこう狙われたっていうところがありましたけど、 その辺はどうなんですよ。はい、本当にチェルノブイリ原発をロシア軍が掌握したというニュースが入った時も本当に驚きましたし、ザポロージエの原子力発電所で火災事故も起きたということも、もう本当に心配しました。大変なことになるんじゃないかということですね。チェルノブイリのこう悲惨というか惨事をこう繰り返したくないというそういう思いがあったと思うんですけども、はい、実際今どうなんですかね、ウクライナの方では。やっぱりロシア軍は東部を掌握したいという動きは今のところ止める気配がないですよね、うん、そして今日は小出先生の方からも本当に語っていただたくさん語っていただきましたけれども、はい、原子力発電所を攻撃するということは核攻撃をすると同等になると私も思っています。やっぱそうなんですかね。被害は地球規模で広がります、うんうん、絶対あってはならないことだと思いますので、そうです、はい、ぜひこの戦争侵攻を止めたいと思ってます。でも生活インフラを壊されたウクライナの人々に対しての支援活動は今後も中期長期を考えながら続けていかなければいけないかなというふうにも思ってます。まあ、今後、まあ、いろんな試練があると思うんですけども、どんなふうに進めていこうと思っているんでしょうか。はい、今はまだ緊急支援が続いていますね。それからやっぱり子どもたちの、はい、これにトラウマを抱えてしまった子どもたちをちょっと応援するために何かこうお勉強をすることとか、なんか絵を描いたりいろんなことで心を癒すようなプログラムを作っていくとか、そういったこと、そしてやっぱり JCF はチェルノブイリ支援の時から続けてきました医療支援活動というのがとてもこう長いことを続けてきましたので、はい、病院が破壊されたりいろいろ診療所も壊れてしまったであろうところに医療支援ができるかどうかということも進めていきたいと思ってます。なるほど。なんと検索すればいいですかね、そのお持ち内容を知りたいということで。はい、JCF 日本 JCF、はい、
ジャパンチェルノブイリファンデーションで、あの日本チェルノブイリ連帯基金のフェイスブックが毎日のように更新されていますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。じゃあどうも失礼いたします。ありがとうございました。つながっていきましょう。日本からずっとつながっていきましょう。はい、ありがとうございました。